突然だけど飛行機に乗るってなんか特別な感じがしない？空を飛ぶってこともそうだけど、素敵なフライトアテンダントから機内食のサービスをしてもらうのもなんか特別。かっこいい制服を着てテキパキとお仕事をするフライトアテンダントは、女の子なら誰でも思わず憧れちゃう存在よね。華やかなイメージがするフライトアテンダントだけど、責任は重大よ。限られた空間の中で安心して空の旅を楽しめるように常に気を配らないといけないし、何よりも乗客の命を守るという重要な役割を担っているからね。飛行機には国内線と国際線があるけど、機内での役割はどちらも基本的に同じ。搭乗客の案内や手荷物の収納確認、救命胴衣や酸素マスクの使い方の説明、機内アナウンス、食事や飲み物の提供、体調不良者への対応などね。様々な都市や国へ出かけ、年齢も性別も国籍も違うお客様との出会いと、環境は刺激的だけど、一番のやりがいはお客様に安心して搭乗してもらい、安全に目的地まで到着できるように乗務すること。そして相手の立場に立ったサービスで喜んでもらえた時、乗客の笑顔とありがとうの言葉が何よりの励みになるわ。